so beautiful girl 그대 눈을 바라보다 내가 모르는 걸 이제 믿을 수가 있어야 You're so wonderful girl 작은 손짓 하나야 出てきたばっかり早いね早いねこちら今日何時起きですか今日は5時起きです5時起き、はい、私は6時に起きました連日ちょっとバタバタしててお疲れ気味な感じですけど、朝ごはんを紹介していきたいと思いますね、なっちゃんはい、着いちゃいました、はい、一瞬だったねはい、あっという間ですねこれから私たちはお昼ご飯を食べに行きますお昼ご飯はたこ焼きを食べに行きたいと思いますでもこんなもんってさ太るってイメージあるよねでも今日は一日通して大阪に来たので食べたいものを食べようと思います懐かしい大阪皆さんどれにしますか私ね、たこ焼きはネギがいっぱいかかってるやつが好きなのはいだから、ネギソースかな美味しそうですネギソース1つとなっちゃんどうする私は王道のソースマヨであとソースマヨやってきました撮影前に雨村でたこ焼き買えたのでこれから食べたいと思いますじゃーんネギがたっぷりだよじゃあささっと食べて撮影に向かいたいと思いますおいしそうすっぴんでたこ焼き失礼いたしますと前のたこ焼き頑張れそうね頑張りましょうあと2個しか最後いただきますねうんたこ焼き10個完食いたしましたイエーイ美味しかったやばいまだ食べれるまたねやるとベージュばっかりなんで新鮮です。
夕飯はしゃぶしゃぶ屋さんに来ました。一人鍋しゃぶしゃぶです。ここのね、お店はね、私が大阪に住んだ時にかなりよく通っていたしゃぶしゃぶのお店で、今も実家が大阪なので帰ってきたら必ず来るとこです。アシスタントさんと一緒にいただきます。お昼はさ、たこ焼きだったから野菜取れなかったから、温野菜でいっぱい野菜を取りたいと思います。外食デーの翌日の食事です。ご覧の通り3食しっかり、外食デーの翌日でも炭水化物3食しっかり食べています。まず朝、サラダ、ヨーグルト、目玉焼き、食パン。ランチ、セブンイレブンの野菜タンメン、麺を3分の2いただきました。間食に干し芋。夜、ご飯軽く1杯、具沢山味噌汁、ゴーヤチャンプル、タコとキュウリとトマトのクリームチーズマリネの、このおかずは2人分をシェアしています。みんな参考になりましたか？こんな感じでより詳しい1日の食事動画は、ぜひ過去のダイエット Vlog をご覧ください。またねー。